食器と織物、沖縄、石垣島の民ンサー織りガスリは織物の技法の一つで、カスリ糸、すなわち前持って染め分けた糸を縦糸、横糸、またはその両方に使用して織り上げ、文様を表すものである。カスリは日本及び琉球の織物を指す用語であるが、これに類した織技は東南アジアをはじめ世界各地に見られ、マレー語、インドネシア語で縛る、くくるを意味する。 リカットという語で呼ばれている。折り物に文様を表すには、各種の色糸を用いて折り上げ、縦糸、または横糸の浮き沈みによって図柄を表す方法、折り上がった布に後染めする方法などがあるが、かすりはあらかじめ縁に染めた糸を用いて折る技法である。糸で縛って防線するなどの方法であらかじめ、染め分けたかすり糸を縦糸に使用するものを縦がすり。 かすり糸を横糸に用いたものを抜きがすり、かすり糸を縦糸、横糸の両方に使用したものを経いがすりという。慈愛は、日本では平織りのものが多いが、あや織りや、手数式のかすりもある。暗い押しがすりでは、絵画的ながら折った絵がすりや、さらに高度なあや織り、浮き織りなど様々な組織式の、風通式など高度なかすりが主体となり、幻の織物と呼ばれ、評判を呼んだ。 素材的には、木綿ガスリ、朝ガスリ、絹ガスリなどがある。フィリピンミンダナオ島のティナラク織リガスリの技術はインドで生まれたとされ、タイやカンボジアの絹ガスリ、インドネシア、ベトナムなど東南アジアを経て、日本には琉球経由で伝わった。日本では、放流寺列の中に大使館道、関東金と呼ばれる絹の縦ガスリがあるが、これは時代的にも孤立した存在で、 江戸時代のかすりと直接の関係はなく、大陸からのトライ列と見られる。かすりの語の使用は、江戸時代も後期になってからで、それ以前に、この種の織物を日本語で何と呼んでいたかは分かっていない。1800年頃、各藩で財政対策として、千培性が採用される中、久留米藩の井上津隊がかすれ模様の織り方を発見する。後、久留米がすりとして、 食産奨励される。また、伊予では、鍵谷かなが、伊予ガスリを独自に開発した。江戸時代後期には、各地で様々なカスリがおられ量産された。明治から1960年代頃まで、カスリは普段にの和服用の単物として親しまれ、カスリの産地には、多くの織物が立ち並び、毎年数百万単が生産された。第二次世界大戦中には、 女性の着物着用が禁止されたため、もんぺとして仕立て直し着用された。しかしその後は洋装化が急速に進み、特に普段着としては、和服が着られることがほとんどなくなったことから需要が激減、かすりの生産量もわずかになった。弓浜かすりかすりは現在でも日本各地でおられており、洋服、ネクタイ、カバン、壁掛けなどの装飾や、その他小物などにも利用されている。 しかし、生産に手間がかかるため割高であるにもかかわらず、もともと普段着の素材のため高級品とはみなされず、需要は伸びていない。いずれも少数の織元が、細々と生産するにとどまっている。専業者が減る中で、昭和末期頃より手作りの見直しや、カルチャーブーム、地方再生などによる伝統文化の見直しや保護などもあり、 子育てを終わった世代やリタイア世代を中心にカスりを折ろうとする人たちが徐々にではあるが増えてきている。自分たちでより深く覚えたいとカスりの技法書を求める声も増えており、その声で吉田だすく、著図説つむぎとカスりの手織技法入門などのわかりやすい技法書の復刻版も再版されるなどの動きも出てきている。伊予ガスりビンゴガスりは最盛期には 年間200から300万単を生産したが、現在の生産量は少量である。イカットバリ島のケイガスリ、グリーンシンなども染めでカスリのような文様を表した、物を染みかすりと称する場合もある。縦糸とは、長さを揃えて食器に貼り渡す、糸のことであり、横糸とは縦糸を上げ下げしてその隙間にくぐらせる、糸のこと。あやには、複数の意味があるが、ここでは、 織物の見原組織としての綾織りのこと。織物の見原組織とは平織り、綾織り、手術式を指す。平りは、縦糸と横糸が一本ずつ、規則的に付を繰り返す、最も基本的な織りの組織。綾織りは、糸の浮き沈みの間隔が長くなり、縦糸と横糸の交点が、斜め方向に現れるもので、斜紋式と同義。手術式は、綾織りより、 さらに不沈の間隔が長くなったもので、経緯糸の交点はまばらに配置され、繊維の光沢が強く現れる。クルメガスリとイオガスリの開発時期については、諸説ある。ありがとうございます。